ここまでオール2連隊で優勝戦、ポールポジション1号艇ゲットしました。ご自身の成績に関してはいかがですか？そうですね、成績としては負けてる人がいるんで、はい、そんな感じですか。そうですね、まあでもね、今年の平和島年明けに来て、2回連続の優勝ということで、今回はまたかなりエンジン的にもテンションが高いんじゃないですか？そうですね、いい仕上がりになってますね、はいはい。具体的には今エンジンどんな仕上がりになってますか？もう全体的に含めて足はいいんですけど、もう節位置と言い切れる足はしっかりありますね。出ました、節位置宣言。特に秋元選手、ここが強いよっていう何か売りみたいなアピール、そんな場面はありますか？ないです、頑張ります。あ、そうですか、はい。で、昨日はね、1805スタート言ってましたけれども、今節のスタート感、こちらに関してはいかがでしょうか？そうですね、初日の12レース以外はしっかり感動できてると思いますね、はい。そうですか、はい、分かりました。当然ね、1号艇ゲットということでファンの皆さん大いに期待されていると思いますので、最後に皆さんに一言お願いいたします。はい、平和島で初優勝を狙って、しっかり頑張ります。応援お願いします。はい、1号艇秋元選手でした。続きまして2号艇はね、おなじみですね、地元の長岡茂和選手です。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、パーフェクトというわけにはいきませんでしたけどもね、7連勝を含む道中8勝、この成績についてはいかがですか？はい、満足してます。はい、それではですね、周りからは懲罰という評判もあるんですけれども、今の仕上がり具合を教えてください。まあ、しっかりフェラーの方、その他合わせればトップ級あると思います。このエンジン、まあ、特にこの辺がいいよっていうのは何かあるんでしょうか？行き足から伸びが特に良かった時もあったんですけど、まあ、今はバランス取れていると思います。そうですか、予選道中とかインタビューしてみると、日によって特徴の出方が違うなんて話もありましたけれども、はい、そのあたり今日はまたちょっと探っての調整ということになるんでしょうか？そうですね、朝も乗ったんですけれども、まあ、直前までペラ調整含めてやっていこうと思います。はい、昨日はスタート1010、2本決めましたけれども、今節のスタート見え方としてはどうですか？そうですね、スタテンで感じよく決まれば本番も思い切っていけるんで、集中していきたいと思います。わかりました。実に平和島、これが39回目の優勝、勝てば14回目の優勝ということになりますが、地元のファンの皆さんに一言お願いします。そうですね、地元なんで優勝狙っていきたいと思います。応援お願いします。はい、2号艇長岡選手のインタビューでした。ありがとうございました。はい、続きましてお隣は川尻大輔選手です。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、昨日のシリーズ5日目、連勝のゴールでいい形で優勝戦を迎えましたね。はい、流れが良かったですね。はい、さあ、そして、川尻選手の今のエンジンの仕上がり具合教えてください。ずっとバランスが取れて、中堅上位の足で乗り心地がいいです。はい、まあ、ずっと中堅上位というふうにおっしゃってるんですけども、やっぱりこの内枠2人に比べると中堅上位っていう表現になるんですか？そうですね、自分の方が出てる感じはしないので、そんな感じですね。そうですか、はい。でも中でも気に入ってるところってどこか挙げられますか？そうですね、回った後の直線向いてからの押しとか、乗り心地がいいんで、着は取れてるかなと思います。なるほど。昨日はね、スタートも1211ときっちりと揃えてましたけれども、今節のスタートの見え方どうですか？まあ、大体勘通りいけてます。お、そうですか、はい、分かりました。今日は優勝戦こんな風に戦いたい、何か策はあるんでしょうか？いや、もう全然何も考えてないです。お、そうですか、はい、分かりました。それでは最後に皆さんに向かって一言お願いします。内側の選手の方がエンジンは多分いいと思うんですけど、何があるか分かんないんで一生懸命走ります。はい、ぜひとも応援してください。川尻選手のインタビューでした。続きましてね、こちらも地元選手の代表格と言っていいでしょう、石渡哲平選手です。よろしくお願いします。お願いします。これで3節連続の優勝ということになりました。近況もいいんじゃないですか？そうですね、はい、調子、まあ、はい、上がってきてると思います。はい、次節はね、トーチ記念も待ってますけれども、はい、どうでしょう、今のこのエンジンの仕上がり具合は？まあ、中堅上位ですね、足的には。そうですか、はい。何か特徴的なものはありますか？ただ、かかりとかレース足関係はいいと思います。うん、はい。そうするとね、内枠の選手エンジンいいよって話が出ましたけれども、どうですか、今日はこのまま過ごしますか、それとも何か手を加えますか？まあ、そうですね、まあ、微調整は程度でいくと思うんですけど。わかりました。はい、はい。まあね、4コースあたりになるのかなという感じですけれども、今節のスタートの見え方はどうですか？
そうですね、大体勘通りなんですけど、はい、もう半分ぐらい踏み込んでいきたいと思います。わかりました。はい、当地はね、優勝7回実績十分でございますけども、最後にファンの皆様に向かって一言お願いします。はい、そうですね、来節につながる走りします。応援よろしくお願いします。はい、4号艇石渡選手のインタビューでございました。続きまして、5号艇は小林靖選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、平和島はこれで3回目の輸出になりますね。はい、はい、ここまでのエンジンの仕上がり具合教えてください。ちょっと自信がない感じですね。そうなんですか。はい、はい、いろいろと手は加えてるとは思うんですけれども、はい、ちょっとどのあたりがどうなんですか。ターン出口がちょっと弱いので、その辺が不安です。なるほど。それはもうずっとですか、今節中。初日とかに比べたら全然いいんですけど、はい、それでもちょっとやっぱり不満が残ります。どうでしょう、優勝戦までにその辺を、何かこう直すべく何かされる予定はあるんでしょうか。いや、もう本体は整備士さんといろいろやったので、うん、もうペラ調整でやっていくしかないかな。そうですか。はい、外コースからのスタートになりそうなんですが、はい、一発決めれば初の優勝なんですが、何か策はありますか。いや、ちょっと今節スタートがいつもの自分の感じじゃないので。え、なんでだろう。足的なことですか。そうですね、行き足が弱いからだと思うんですけど。わかりました、はい、じゃあまあね、でも展開つく足はありそうですかね。そうですね、まあ準優乗れ、優勝戦乗れたんで、そういう足はあると思います。そうですね、はい、ここまでね、しぶとい走りで着を拾ってきましたので、なんとか期待しているファンの皆様に一言お願いいたします。はい、5号艇でもチャンスはあると思うので、気が向いたら買ってください。はい、というね、小林選手のインタビューでございました。ありがとうございました。そして、6号艇おなじみのね、地元一ノ瀬明選手です。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、一ノ瀬選手もね、平和島はこれで2節連続優出になりますけれども、前回に比べると今回は本当になんかエンジン苦労しているように見えるんですが、いかがですか。そうですね、ターン回りがちょっとおかしいな感じなんですけど、はい、まあ、今日ちょっと朝ペラやって回転上げたら、まあ、昨日よりは良くなったんで、まあ、ちょっとは上積みあるかなって感じなんですけどね。どうなんですか、シリーズなんかこういいところがあったり良くなかったり、それとも一貫してこうなんとか立て直してここまで来たっていう、そんな感じなんでしょうか。まあ、ずっと同じような足で、うん、結局ターン回りだけはずっと仕上がってない状態だったんですけど。なるほどね、はい、でも今おっしゃったように、ひょっとしたらちょっとね、本番までにはもうちょっと上積みできるかもしれないってことですかね。そうですね、まあ、エンジン自体はね、前節稼いでるエンジンなんで、はい、ペラが合えば、まあ、ぼちぼち来ると思うんですけど、うん、はい、わかりました。どうでしょう、今節スタート、まあ、昨日は 2-3-1-4 というスタートだったんですが、全体的に勘通りですか。はい、いや、勘通りですけど、まあ、遅いですけど、はい、わかりました。はい、これがね、勝てば5回目の平和島の優勝ということになりますけども、最後にファンの皆さんに向けて一言お願いします。そうですね、まあ、6コースなんで気楽に走って、穴出せるように頑張りたいと思います。わかりました。はい、ぜひとも皆さん応援してください。ありがとう。